5月13日多久市中央公民館のホールで爽やか芸能発表会が開催されます。そこで私の2曲「香川夢語り」と「幽霊酒場」を歌わせていただくことが決まりました。500人入るホールなのでたくさんの皆様のご来場をお待ちしております。また YM キッズのちびっ子たちもダンスを披露しますので、どうか皆様よろしくお願いいたします。座敷は女心の新内小唄、外はやらずの、外はやらずの踊りあご視聴ありがとうございました。 YouTube チャンネル登録もよろしくお願いいたします。